はい、それではね、こちら岡山県産の、倉敷デニムの紹介になります。ざっくり織りのね、インディゴデニムということで、この生地の特徴なんですけども、まずねちょっと見ていただいて分かりますかね。あの通常のデニムよりも、まあ、ざっくり織りっていう名前をね付けさせていただいたんですけども、織りがね少しこう粗めの織りになってます。はい、でそれがねまたねこういい感じの雰囲気がねこう出てますので、その辺をねこう楽しみたいなっていう方がねいたら、ぜひねこのデニムねこう使っていただきたいなと思います。はい、で次に、厚みなんですけども、これね12オンスレベルの厚みになります。どちらかというとねこうしっかり感のあるデニムっていうか感じのイメージで、参考にしていただければなと思います。はい、でストレッチとかね効いてなくて不白のタイプになりますので、作品のイメージはねまずバッグとかね、しっかりとした作品がいいんじゃないかなと思います。あとねこうアウターとかだったらねこうジャケットとかコートでしっかりとこうデニムの厚みを楽しみたい方なんかはねいいんじゃないかなと思います。他の生地のイメージで言うとキャンバスとかね、こうハンプとかのああいった感じの使い用途とね同じなんじゃないかなと思います。ただデニムもねこう厚みがあるんですけども、ちょっとずつちょっとずつね洗えば洗うほど変化していきますので、その辺もねこう楽しんでいただきたいなと思います。はい、で最後にね生地幅なんですけども、139センチありますので、洋尺余裕持って使っていただけるんじゃないかなと思います。